倒的な演技力で知られ、朝日賞受賞を受賞した俳優の平幹二郎、平幹二郎、本名同じ、さんが23日、亡くなった。82歳。写真、7月に結婚したばかりの長男、平武宏。広島県出身。舞台や映画、ドラマで活躍し、生涯にわたり第一人者として君臨した。高校卒業後の53年に俳優座養成所に5期生として入所し、56年に俳優座入団。63年にフジテレビのドラマ、錦の侍に出演し人気を得た。NHK 大河ドラマの主演も、もみの木は残った。70年、国取物語、73年に主演。故に長輪幸雄さんの舞台にも数多く出演した。私生活では、84年に当時の妻だった女優佐久間由紀子、77、と離婚。俳優の平武宏、42、は長男。フジテレビ、カインとアベル、月曜午休に出演中の休止となった。フジテレビ系の、ムア、サンデー、では番組の冒頭で平さんの訃報に触れ、23日の夕方6時半頃、家族が自宅を訪れたところ、浴槽の中で亡くなっているのを発見したと報じた。